元フィギュアスケート選手の安藤美希がインスタグラムでフィギュアスケートの無料高志人村高人選手とのツーショット写真を投稿したことが話題になっています安藤は30日に無料と互いの顔がくっつくほどの至近距離で写っている写真をアップしているが問題となったのはパパママですというコメントの部分安藤美紀といえば昨年4月に女の子を出産したものの父親となる男性を明らかにせずさらに シングルマザーの道を歩むことを発表そのライフスタイルが物議を醸す一方で父親の存在をめぐって複数の名前が浮上するなど数々の憶測が飛び交っていたそんな最中に無料が安藤の娘の父親だという誤解を招くような表現をしたことで安藤のもとには問い合わせが殺到したようであるその後安藤は同じ写真に英文を添えて再度投稿さらに日本語で説明不足で たくさんの方が誤解してしまったようですみません。彼も私も、お互い一児の母、父、という意味で言っていましたと、本来とは違う意図のコメントだったことを説明し、謝罪。これを受けて、ネット上では、父親を明かしていれば、こういうこともないのに、話題作りに必死だななどと、厳しい声が上がっている。もちろん、安藤のインスタグラムアカウントには、分かってたから誤解してません。ちゃんと伝わってましたよといったファンからの用語もあるが、 紛らわしい表現によって、過去の騒動が蒸し返されてしまった感は否めないようである。安藤は、27から29日にかけて行われた、ドリームオン・アイス2014に、ゲストスケーターとして出演しており、そこで共演した無料のほか、ハブユイツルや村上かな子とのツーショットもアップしています。無料とは、過去にも、インスタグラムにツーショットをアップしており、仲がいいのはわかりますが、それだけに気が緩んでしまったのかもしれません。しかし まだ1歳とはいえ子どものことを考えれば母親としての配慮が必要なところでしたねと思われても仕方がないようです昨年12月に現役を引退した安藤は解説やコメンテーターを務めたりプロとしてアイスショーなどに出演する一方バラエティにも積極的に進出「ぐるぐるナインティナイン」日本テレビ系では芸人さながらのかぶり物に挑戦するなど現役時代とは違った顔を見せ28日には 小田裕二主演の「奇跡の教室」日本テレビ系でドラマ初出演を果たしている事務所の移籍などによって現在の月収は最低でも500万円と言われていますがバラエティにしてもドラマにしても何で出てるのその分タレントや女優の枠を奪ってるとあまり好意的に受け止められているとは言えません4月に本までかテレビフジテレビ系に出演した際には言ってることが伝わらないとコメントがいい けっぽく取られてししまう悩みを取ろしダークサイドなんでと自虐的な姿勢を見せていましたしかしそれにもかかわらず今回のような言動を見せたことで反省してない自業自得という声も上がっています1月には黒いドレスから白のティーバッグが透けるという露出度の高い格好で映画のイベントに登場母親としてどうかちょっと下品ではという指摘もあった安藤以前インタビューで仕事以外は 全部娘のために時間を使っている。家に帰ると娘が笑って待っていてくれるので疲れが一気に吹き飛ぶと語っているように子供の存在が支えになっているのは間違いないようだそんな娘の成長とともに安藤の母としての振る舞いももう少し成熟してくるといいのだがというのが大半の見方でしょう。